東京証券取引所と大阪証券取引所が経営統合すると発表しました世界第2位の取引所が誕生します本日11月22日いい夫婦の日と経営統合に向けた基本合意締結の日を迎えることができて東証と大証は再来年の1月1日に経営統合し日本取引所グループを設立します統合協議は トップ人事や株式の統合比率をめぐって難航しましたがヨーロッパの債務危機を背景にした株式市場の低迷が決断を促しました統合で経営を効率化し投資を呼び込みたい考えですが統合を発表したきょう平均株価は2日連続でことしの最安値を更新しました